はい、今日もトロに話しかけましょう。あのね、神様って可愛い？あんまり粗末な扱いすると罰が当たりそうな気もしなくもないけど、まあ可愛いというより威厳がある感じを想像するけどね。まあね、神様がいるかどうかは別として置いといた。早速？今回早いな。突然ですが神様の話を聞きに行ってくるですやん。そういえばそんな語尾だったな。前回お出かけしなかったのに早いね。今回は神様の話を聞きに行ってくる。まあ神社でしょうね。十中八九神社行くのか。ここが神様カフェですよ。神様が仕事の合間に一休みする隠れ家的なお店なのですよ。マジか。下界にあんだ、神様が一休みする空間って。神様カフェ、手作りつぶ貝。嘘つけ、素材の味だろうが。つぶ貝、なるほどね。またこの手の池袋とかにある感じの謎のカフェね。神様カフェに来てるのですやん。神様カフェに来たからには神様のこと勉強しなくっちゃですやん。ここじゃない方がいいな、それは。神様の勉強、神様って体にまあ悪いことはないだろうな。まあ悪い方の神様とかもいるかもしんないけど、疫病神なんて言葉もあるから、基本的には体にいいんでしょうね。神様は、神様を摂取すると。なるほどの、体にいい。嘘だろ、神様が体にいいことしか学んでないぞ。マジで言ってんのか。何すんだろうな、神様カフェ。まあメイドカフェ的なものを模しているんだとしたら、店員が神様を名乗ってくるわけだよね。メイドカフェだったら店員がメイドを名乗るわけだから、店員が全員神様を名乗ってくると。嫌だな、ちょっと高圧的に来るみたいな。でもちょっと興味はあるから一回行きたいわ。あるかもしんないね、池袋とかに。神様はね、そらスケール大きいよ。よし、じゃあ帰ろう。もう神様カフェのお土産なんてろくでもないでしょうけどね。案の定がっかりよ。センズとかだと嬉しいんだけど。任天堂の絵画、バブル全盛期、任天堂が1億円で落札したという絵画。絶対パチモンじゃん。なんで神様カフェのお土産になるんだよ、それが。あ、でも壁にかける的なもんだから、まだスペースあるかもね、これは。あれか。ああ、あの寝台入荷のポスターと、寝台入れ替えか？うん。今の話は全部嘘ですやん。あれと被らないんだね。いやー、壁面までちょっとうるさくなったな。さあ、もっと話しようか。あ、今何時？時計結局直してないんですけど。22時43分。夜に撮ってるね。トロの2月の時間割によると、時間割、2月の、ほう、木曜日の22時から23時までは、今だね、優勝の時間なのですやん。マジか、今その時間？何優勝の時間って。今その時間を過ごしてる人間全員が優勝者みたいなことなの。でも牛沢と話、お話できるときは、優勝はサボってもいいって決めてるのですよ。好きな時に優勝できんの？
サボットがそういうことなの。用済みだ消えろですやん。優勝の時間なんだ。そういえば日記は書いてるかな。昨日の分、2月15日、広いお家を見学。廊下長い長い障子いっぱい。神様が100人住んでも平気。でも一人で住むのはきっと寂しい。めちゃくちゃありがてえじゃねえか。神様100人住んでほしいけどね、むしろ。はあ、俺神様のことをね、職業で入れたんだっけな、確か。職業っていうカテゴリーで。だからこれが、ね、売人が100人住んでも平気とか、元おにゃんこが100人住んでも平気とか、そういうことになった可能性もあるわけだ。でもやっぱ教えたばっかりの言葉って使いやすい傾向あんのかな。神様、割と最近教えたし、くっそ汚いケツとかたまに聞きたくなるけどね。最初の方に教えたやつ。健康って大切なのですやん。そうだね。もし寝不足になったりしたら、牛沢の好きな優勝ができなくなっちゃうもん。まあまあ別にそんな優勝を手にするような大会出る予定もないんですけど、そうだね。優勝も入れたばっかだからな。牛沢も寝不足には気をつけてね。めっちゃ普通のこと言った。用済みだ消えろですやん。ですやん。あのね、本田翼ちゃん人形が新発売ですやん。ほう。どこでどこのメーカー、どんなの。布を着せ替えてきたりするのですやん。めっちゃぼやっとしてるじゃん。布を着せ替えすんの。着せ替え用の T シャツとか出ないかですやん。 T シャツないんだ。布しかねえんだ、着せ替えするもんは。そしたら買うのにですやん。用済みの黄色ですよ。はあ。そういえばなんか、そうだよな、なんか一度入れた言葉をもう一回入れると、その言葉についてより深く聞いてくるみたいな、そんな感じになるんじゃなかったっけ。何を教えてくれるのかですやん。だから、くっそ汚いケツはもう知ってるのですやん。そうだな。くっそ汚いケツにはうるさいもんな、トロ。くっそ汚いケツって、かっこ悪い。そうだね。くっそ汚い場合はやっぱかっこ悪い。かっこいいとは言えないんじゃないでしょうか。そうだね。トロも綺麗にしようね。なるほど、かっこ悪い。今度は違うのを教えてですやん。あ、でもこんだけなのか。今の話は全部嘘ですよ。嘘じゃねえよ。人が教えた言葉にお前、今のは嘘ですやん。なんて辛辣な。クソ汚いケツは本当にかっこ悪いよ。かっこいいもんだと思ってたからなのかな。恋してる人はね、恋の病にかかってるのですやん。それなんか前も言ったな。ね。パワプロでその週練習できなくなるやつね。彼女に電話するっていう行為しかできなくなる。ほう、恋の病。お医者様でも内藤さんでも治せる。なんで内藤さんとお医者様が同等なんだよ。恋って辛いんだですやん。パワー。まあパワープロだと医者が治しますけどね。これも多分前も言ったけど。お、なんだい？ねえねえ、どんなものを食べると太っちゃうのかですやん。まあ、いろいろあるよ。とろろ月見うどんですよ。太るものといえば。まあ、別にうどんの種類は、適当ぶっこいたけど、とろろ月見の部分は。やっぱうどんはね、やっぱ炭水化物が結局一番太りますから。その中でもやっぱりうどんは吸収がいいとされてるので、太りやすいんじゃないですかね。めちゃくちゃうまいけどね。でまたうどんに天ぷらなんかつけたらね、天ぷらの衣も糖質だから大好きだけどね。
とろろ月見うどん。うん。教えてくれてありがとうですやん。すごかった。ですやん。久しぶりに聞いたな。うどんな、だからな、好きなんだけどあんまり食わないな。そばの方が食うわ。牛座が愛してる人って誰？ほう。はい、トロ、照れる。トロ？嬉しいけど、トロ、まだ人間じゃない。あー、専用のセリフあんだ、ちゃんと。素直に受け取って。もう愛していると言っても、全く差し支えないね。有名人です。三浦大輔さんなのですやん。そうだな。まあ、さんつけてもいいレベルだけど、まあ、話の流れとして別に呼び捨てでいいかな、トロが言う分には。はい。横浜 DeNA ベイスターズのピッチャーです。去年引退したけど、スポーツの人。二段フォームの時が特に好きだったんだよな、なんか。まあ、二段フォームのピッチャーいっぱいいたけど、なんか特に、もうなんか自分の中では二段フォームといえば三浦だったな。三浦大輔って牛沢と比べたらどんな人？これはもう偉い人って言うわ。今度トロにも三浦大輔をご紹介してですやん。俺知り合いとは言ってないよな。違う。俺が一方的に愛してるとは言ったけど、きっとトロも好きになれるですやん。違う、トロ。トロ。すごかったことはないんだ。俺が一方的に愛を注いでいるだけなので。ね。横浜 DeNA ベイスターズの。もちろん DeNA じゃない時からだけど。ピッチャーとして勘違いされたな。あ、もう一回ぐらい話しかけるか。まあ多分カットしたけど、普通に本田翼って入れたら、それはもう知ってるのにやっつってパッと弾かれたので、苦肉の策で入れたんですけどね。え、お出かけするときに持ち歩いてるものつったよな。ちゃんと聞いててよ。ごめん、ちょっと語ってたから。お出かけするときに持ち歩いてるものね。あんまり物持ち歩きたくない人だからな。最小限の荷物で出かけたいんですよ、基本的に。めちゃくちゃ普通のことで悪いけど、やっぱそういうことになるよね。持ち歩くものって交通系電子マネーのカードですよね。まあ、使うものかな。スイカってどっち、使うものでもあるし、身につけるものでもある。まあ、使うもんだな。身につけるだと服とかそういう扱いになるのか、トロ的には。スイカはね、普通に使うね。普通に使うって言い方もすげえざっくりしてっけどね。だからおかしなこと言い始めんだよ、トロが。普通に使うをちょっと拡大解釈するから。別に好きというか普通。まあ、好きといえば好きなのかな。上車の中に置き忘れたり、リア充大学生に取られたりしないように気をつけてですやん。それは気をつけよう。リア充大学生近づいたら警戒度が2段階ぐらい上がるので。そりゃ気をつけるさ。大切だからね。大切なスイカは、全身の体毛のあたりにしっかりと抱いてれば安全なのですやん。どこだ、どこどこ。全身つってんのに。パワー。はあ。全身の体毛のところに抱いてれば、どこでもいいってことじゃん。ああ、こんなとこにしときましょうか。はい。セブ。じゃあまた次回よろしくお願いします。